今年もやったな、ANA。はい、どうも皆さん、こんにちは、カールです。で、今回ですね、なんと ANA さんやっちゃいましたね。ということで、今日発表されたキャンペーンなんですけども、ANA 国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンについて、今回も皆さんに3分でお届けしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行きましょう、レッツゴー。はい、ということでね、ANA さんね、今年もやっちゃいましたね。まだ修行僧を取り込むのかっていう感じですけどもね。はい、ということで、キャンペーン概要ですね。ということで、7月1日、本日ですね。本日土曜日から、今年の2023年12月31日、大晦日まで、プレミアムポイント2倍キャンペーンということで、今回は国際線に限られます。なので、国際線のチケットを取って登場するとね、今回プレミアムポイントが2倍つきますよというキャンペーンでございます。以前にね、私ね、これから半年で JTC、SFCC を取るということでしたら、こちらの路線を乗れっていう、こちらのね、動画を出させていただいたんですけども、いやー、コロナ禍の時のね、こちらの2倍キャンペーンとはまた訳が違いますよね。はい、今、国際線普通に飛べますからね、その中での2倍キャンペーンということで、いや、かなりね、今回も ANA さん結構攻めましたよね。はい。ということで、ね、今回はね、ANA 国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンが始まりますよという形でございました。ということで、このチャンネルではですね、JGC 市場、SFC 市場の得な情報や、こういった風に海外に行ってみたい方にね、何か一歩きっかけになるような情報を配信しておりますので、もしね、この動画が面白かったら役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント、ランクという方でお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということでね、3分どころか2分ぐらいでね、終わってしまった動画でございますが、皆さんもね、もしよろしければ今年中にね、国際線の ANA に乗って、プレミアムポイント2倍獲得してね、ぜひ SFC 業下達を目指してみてください。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。